私の考案したこの装置を。これをうまく使えば被害を最小限に抑えて巨人を捕獲できるはずだよ。なるほど、よく考えたな。でしょ？そうでしょ？じゃあいいよね。巨人の捕獲作戦を許可してくれるよね。そうだな、構わない。作戦の許可を出そう。うはーはー、ありがとうエルヴィン。早速準備に取り掛からないとね。イヤッホー。リヴァイ、この作戦はお前の班にも協力してもらった方が良さそうだ。チッ、またあのクソメガネの世話か。あの目、先に行きやがった。まあいい、やることは変わらない。俺たち特別作戦班の任務、巨人捕獲の援護だ。ハンジたちは罠の場所を決めてるところだ。急いで追いつくぞ。複数の地点から援団救援要請です。 なんでこんなに散らばって。作戦開始地点は一箇所のはず。どうして場所何をやる。救援して回りますか、それとも先にハンジさんと合流すべきでしょうか。俺の敵だ。リヴァイ兵長、助けてください。おとなしく。ご迷惑をおかけしました。分隊長が手分けして捕獲地点を探せというもので。チッ、さっさとあのクソメガネに合流しろ。単独行動を続ければ目的を果たす前に死ぬぞ。これでまた仲間を無駄死にさせよう。ただじゃ済まない。ハンジさん、自信満々でしたし、きっと勝算があるんですよ。どうして、まあ、手なんてるなよ。了解しました。別行動してすべきではなかった。これじゃあ俺の方が巨人に捕まっちまう。助かりました。もういいか、ハンジの元に向かえ。救援要請に助けに行かないと。邪魔だ。面白い。今から援護を頼む。まとめて相手して。おとなしくしてろ。俺の敵じゃない。ハンジの指示で手分けして巨人の捕獲地点を探していたんだ。この兵力での参加にはリスクがでかすぎる。すぐにハンジと合流しろ。お前ら腹をくくれ。ハンジだ。なんで先に行きやがった。ええよ。でもここいい場所だろ。罠の準備のために10位の巨人を片付けよう。ハンジさん、捕獲する巨人を残さなくてもいいんですか。まずきっちり罠を設置する必要がある。捕獲するとは面白い暮らしやがる。見つけてあるしね。今だ、捕まえるよ。
迎撃しよう。まとめて相手の陣を運ぶ準備を邪魔をさせるんじゃねえ。まだ残っている捕獲用の罠を奪い使えば巨人を足止めできるはず。相手して私がやります。俺の敵だ。運ぶぞ。あとは強行突破でなんとかなるだろう。手なんてくれよ。了解。邪魔だ。やれ。今のうちに捕獲した巨人を運べ。ヒャッホー、聞いてくれモブリット、巨人の捕獲に成功したんだ。2体もだよ。分隊長、浮かれすぎです。おーっと喜ぶ前にあの子たちに名前をつけてあげないとね。そうだな、昔々あるところに人間を食う一族がいた。巨人のことじゃないよ、人間の一族だ。また始まったよ、分隊長の命名式。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、旅人を殺しては金品を奪い、その肉を食っていたんだ。というわけで、その一族を率いた男の名前をあの子たちに授けようと思う。4メートル級がソニー、7メートル級がビーンだ。